ペッパー社会貢献プログラムの開始から2年、ペッパーを活用したプログラミング教育は全国約600校で2万2000回以上実施され、現在も増え続けています。ペッパーを使った授業は子どもたちの学びに対する興味を強く喚起します。プログラミングへの関心がより高まり楽しく学べた、ペッパーを使った他の授業を受けてみたいという声が数多く出てきています。また約 90% の教員の方々からもペッパーを使った授業は子どもたちの学習意欲や積極性を一層引き出すことができるとご意見もいただいています。ペッパーの教育活用の可能性をさらに追求するべく、さまざまな企業や団体と一緒に学校で3000回以上の授業を実施している NPO 法人企業教育研究会とともに、ペッパーを補助講師として活用するための検討を行っています。ソフトバンクさんとは2008年から一緒に授業作りを行ってきました。ペッパーを使って授業をした時は、子どもたちがペッパーの話を聞いてうなずくという場面がすごく印象的で、子どもたちにはペッパーを受け入れられて、かつ授業もきちんと聞いてくれる、確実に興味関心っていうところは高かったのではないかなとは思います。こうしてロボットプログラミングツール、ロボブロックス用テンプレートを開発、組み合わせるだけで簡単に授業向けプログラムの作成を可能にします。それがロボブロックススクールテンプレートです。授業で役立つペッパーの言動や掛け合いなどがあらかじめテンプレートとしてプログラムされており、あとはそれらを組み合わせるだけでこのように授業の流れを作ることができます。挨拶のテンプレートであったりとか、ランダムに指名して発表させるようなテンプレートがあるおかげで、そのテンプレートを組み合わせることによって授業を簡単に作れるようになっているなという印象を受けました。ゼロから作るよりも確実に簡単ですし、自分なりにアレンジして作ることができるのでやりやすい。今回作成した情報モラルの授業プログラムを使用して、岡山県新見市の新見南小学校で実際に授業を行いました。子どもたちはしっかりと話を聞いてくれていた印象でした。話し合いであったりとか、グループで作業する活動もあったんですが、非常によく授業を受けてくれていたな。ペッパーが言うべきことを忘れない、ロボットなので当たり前なんですけれども、大事な質問とか投げかけっていうのをペッパーはきちんと覚えてくれて言ってくれるので、いい授業をちゃんと再現できる。一つ授業を作ってしまえば、それを他のペッパーにもデータとして転送できるってところがいいところなので、先生の教材研究がなかなか追いつかないようなところ、ペッパーが担うってところは非常に大きいのかなと。またあらかじめ授業丸ごとの流れになっているテンプレートも順次提供します。セリフをちょっと入れ替えるだけで簡単に授業を作成できます。まずは情報モラルの授業プログラムを2019年3月末より提供開始します。将来的には教員が作成した授業のプログラムを互いに共有できるような仕組みも検討しています。ロボブロックススクールテンプレートを使って教育現場でペッパーをさらにご活用ください。